どうも、キスケです。今回は人造人間13号を使っていこうと思うんですけど、こいつね、悟空特攻を持ってるんですよね。はい、キャラクター孫悟空に対する湯ダメージ 25% アップということで、でプラスでこいつの射撃火力って結構簡単に、ぐんぐん上げることができるんで、今の環境結構ぴったしなんじゃないかなと、思ってるんですよね。でプラス何がいいかっていうと青色なんですよ。今の環境青色ってやっぱり強いじゃないですか。でまあ青染めパーティーであってもバカ野郎悟空がいるし、身勝手もいるし、悟空3もいるし、ただ不利属性は取られないですよね。で髪の毛パーティーとかと当たったとしても、まあブルー悟空採用してる人いるし、孫一族がまあ孫一族パーティーと当たったとしても、キントン悟空もいるし、まあ、身勝手悟空3バカ野郎とかいるんで、非常に今の環境、まあ、相性がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は人造人間パーティーで戦っていこうと思います。でこのパーティー見た時に青色を出してくるとはまあ思わないじゃないですか。やっぱり基本的にはもう黄色緑赤で来るんやろうなって相手の脳みそに焼き付いてると思うんで、そこにこう青色をポンって差し込んであげると、まあ、結構悟空採用してるパーティーはきついんじゃないかなと思うので使っていこうと思います。それでは、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。いいですね、まあ、こういうパーティーに対して13号を出していきたいんだよな。多分ねゴジータ出てくると思うんですよね、こっち18号いるから。まあ、そういうね、突拍子もないこう赤色ポンって出てきたタイミングで青色を出していく。でまあバカ野郎に対しても悟空3に対しても、まあ、特攻が働いてくれるということで、わりかし今の環境はありなんじゃないでしょうか。やってか、悟空は一体ですね。なるほど。まあ紫に、でもさ紫にはさ18号で殴った方がよくね。紫には18号で殴った方がいいんじゃないですか。気のせいでしょうかね。つえおい、ふざけんなよマジで。これは気絶しない16号。ふざけんなよマジでよ、怖い。ナイス。ほら絶対こっちの方が削れるぞ。絶対こっちの方が削れるぞ。まあスーパーゴジータ火力やべえなって言ったけど18号もやばいっすね。特殊技で見て、ああもう何やっとるか、やべえな、強すぎやろマジでよ。強すぎんねんってほんま。オッケー、これキャラチェン間に合わないっしょ。はい、16号は今でも硬いと言ってくれ。どうだ、効くね。よし、オッケー。どないしようかこれ。どないしようか。はい、まあ青色出てくるよね多分。そうね、これはしょうがない。よし、どうしようかなこれ。メインアビリティで見てもいいんやけどな。ただ赤色でしょ出てくんの。だからそれは、きついな。よし。13号で殴りたい。13号で殴らしてくれ。OK? 止めて、射撃。いや、ナイス。ただ、封じられていく。おい、射撃アーツがよ、13号の。メインウェポンなんですけど、封じないでもらっていいですか。ああ、ナイス。はい。
あ、そこそこ火力出るやん。いいよ。よいしょ。オッケー。まあ、相手悟空やけど、さすがにこっち。なんじゃそれって感じっすよね。本末転倒。ただまあ、いいんじゃないですか。18号を通りやすくするっていう意味でもさ、まあ悪くないんじゃない。いやー、びっくりマークないか。意外と2連後になんかありそうな気はしたんですが、最悪。素直に回避でよかったな。ああおちゅにだ。さよならさあラス1、これは13号が輝くぞ。全然攻めてこうへんのな今の環境マジで。ないんやって射撃圧が。はい、さよなら。はい、マッチングしました。いいよいいよいいよ、こういうパーティー。あー、これやな。まあこれは悟空2体ぐらい出てくるんじゃないですか。バーダックとバカ野郎と悟空3みたいな形じゃない。いや、それか青3枚かとか。まあ悟空がいればいるほど人造人間13号の火力は上がっていくんでね、楽しみだ。ジレン、対戦よろしくお願いします。ブロリーなんで人造人間18号に対して不利属性無効を貫き通してやろうっていう、そういう魂胆。もしかして関係ないぞ人造人間18号に関しては。まあこれまだスーパーバーダックのバフは乗ってないんで。ナイス。はい、射撃圧微妙やな、火力おやおや、怪しいか。もしかしてラグいっすね。はい、ラグいっすね。大丈夫っすか。最悪、ラグで意味わからんことなってるわ。うん、ただなんか意外と13号固くね。いや、前言撤回。16号がやばすぎる。なに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 、よし、これで18号に変えて打撃打撃打撃圧をぶっ通していく。ほい、これが強いんだよな。不利属性無効なんて知らないよ究極圧打っちゃえ。はい、バーイ。よし、強い。たく、いやー見てるか。まあそうだよな。どうしよっかな。ただこれ繋がってない。え、繋がってないぞ。いやーきつい。ただ16号突破することはできないでしょあなたもう攻めるよ。君が動かないなら僕が動こう。ほら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 気持ちええか。おいたまんねえな、おい。うん、いやもったいねえ。言うてそんな、いやー結構火力出るな。ブロリーやからって舐めとったかまあでもそこそこって感じか。いや16号にここまで火力出せたら十分か。気絶すんなよ。うん、ナイス。はい、攻めよう気合で攻めよう。
オッケー、特殊で見る、変えてくるか。はい、いや入んのか次は。ういナイス、ゴリゴリ削っちゃおう。はい、おお、なるほど、ブロリーをここで捨てていく。さよなら。ほらこれが欲しいんやろ、変えて。いやーこれあれだな、いや嘘、マジかよ。ほれほら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 、これでも食らっとけ。よし、メインで見て、びっくりマークなし。よし、オッケー、ライジングでいっか。いやーあんま出へんなあんま出へんな、2試合目にして速攻気づいてしまったキスケさん、あまり火力が出てないじゃないですかいやまあでも、うん、人造人間パーティーに青色が入るっていう意味ではまあいいのかな。はい、マッチングしました。一応悟空いるね。まあ何パーティーなんでしょうか、髪の毛一応。紫かな、黄色らんもんね。お願いします。まあ赤色出てきやすいですよね、18号がいると。うん、まあ、こういう相手に青色通せればいいか本末転倒になってるけど、はい、ナイス、つえー、やっぱ18号つえー身勝手が死んでいくテローンって溶けちゃったよ。よし、こういうこと、気力回復、これがいいんです。 OK、 さらにコンボつなげていこう。ライジング溜まったけどな、撃っちゃうか、撃っちゃえはい、ライジングラッシュ。 OK、 さあ、うん、ナイス、エッセスデッドリーボンバー。13号の声いいですよね。さあラスイッチ、あれ、おい、うん、いいんじゃないですか。でこれで究極アーツ使わずに勝ちと。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。今回は13号を使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。もうね、人造人間パーティーにやっぱね、火力担当の18号がいるんで、結局なんか18号で殴った方がよくねみたいな感じになっちゃいましたね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。